トランスジェンダー女性選手はずるいのか。女性の選手の中ではやっぱそういった不満っていうのは絶対消えないと思いますね、うん、スポーツも社会の中にある一つの領域なので、うん、トランスジェンダー女性は認められていくべきだと私は思います、うん、でオリンピック出場決まったじゃないですか、やったと思ったらいきなり今から女性であるか調べますってそっからなんですよ。それ全員ジェンダーになってくださいいきなり言われて、ほぼ目視でするために、目視、うん、保険でジェンダーとか多様性ほぼ教えてない。なんでだろう。そもそも先生になる人たちが教員養成の過程でそれを習わない。これ学会でも話せないぐらいです、うん、本当にタブーで触れちゃいけないみたいな。これはそう、どうしたらいいのかと思うんだけれど。お二人よろしくお願いします。お願いします。まずはですね、日本女子体育大学教授でスポーツ社会学が専門、そしてバルセロナオリンピック女子柔道52キロ級銀メダリストの溝口のり子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてもう一方ですね、スポーツにおけるジェンダー問題を研究されている立命館大学教授の岡田圭さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人、まずちょっと抑えておきたいのが、今回パリオリンピックのボクシングで起きたことを一応抑えておきます。66キロ級のアルジェリアのイマネ・ハリフ選手と57キロ級台湾のリン・イクテイ選手、2人は世界選手権では性別適正検査で失格処分を受けましたが、パリオリンピックには出場しました。で、対戦相手が試合をわずか46秒で棄権したため政治家を巻き込む論争となっております。また2人に対する誹謗中傷も起き、ハリフ選手がパリ検察庁に告訴するなど問題はこれ未だに続いているということですね。ここ率直に岡田さんに聞きたいんですけれど、岡田さんはこの問題に関してどう捉えていらっしゃいますか。はい、今回の騒動が特に大きくなったのは、はい、まず最初にこの選手たちが性分化疾患ではなくてトランスジェンダー女性だというふうに報道されたことも、うん、まあ、大きかったと思います。はい、うん、トランスジェンダー女性と性分化疾患、まあ、通称 DSD と言ってますけれども、この女性とは基本的には違う存在ですけれども、そこが混同されてしまったことでバッシングが当初非常に強くなったというふうに考えております。トランスジェンダーと、そして、まあ、DSD と呼ばれる性分化疾患、この違いっていうのを教えてもらっていいですか。はい、トランスジェンダーの方たちは出生時に割り当てられた性別を後から、まあ、変更していくという方たちです。はい、で一方性分化疾患と言われている DSD の方たちはもちろん生まれた時から女性ですし、うん、女性として生活をしてきて法的にも女性という存在です。うんうん、ただ人間も、まあ、動物の一種ですので、そのオスとメスっていうことを生物学的にはっきり分けるってことは実はできないってことが言われています。うん、はい、でオスとメス、男とは女の間は、まあ、グラデーションがあるわけで、例えばそのグラデーションの間にあるところで、まあ、性の発達の仕方が典型的な男性女性に当てはまらない部分がある、うん、こういう方たちを性分化疾患というふうに呼ぶようになっています。あ、なるほどね。今回のボクシングに関しては、まあ、2人とも金メダル取ってますけれど、この2人は生まれてからずっと女性として生きてきてるわけですもんね。そういうことです、はい、うん、それなのにということですね。そうですね。これね、一個ポイントとして、これボクシング協会、ボクシング協会はこれダメだというふうに言っていた。でその後にオリンピックでは出れるっていう、ここの線引きっていうのが統一されてない部分もありますね。ボクシングに関して、ね、実はボクシングだけじゃなくて、まあ、私の言ってた柔道もそうなんですけど、はい、意外とこれって選手の声が全然聞かれないんですよ。上の政治的な問題で、うん、今回 IBA と IOC の中で、またボクシング業界は IBA は今度のオリンピックでは団体除外されるような、まあ、政治的駆け引きの中で、うん、これのカードが使われちゃったかなって。それいつもやっぱり選手が取り残されていて、うん、まあ、今回イタリアの選手がまた抗議して、その選手もまあ誹謗中傷があったわけですけど、うん、このイタリアの選手もですね、ある意味被害者なのかなとは思います。うんうん、なるほどね。まあ、その現状を踏まえてお二人で議論していきたいんですけど、最初のテーマはこちらでございます。スポーツにおける性別適正検査の問題とは。これ性別適正検査というのは当然やるわけなんですけれど、お二人の主張がこちらですね。岡田さんが、生まれながらの特性を理由に失格はおかしいんじゃないかということですね。溝口さんの主張がこちらですね。
テストステロンだけでなくエストロゲンも測るべきではないかということです。岡田さん、まずこれ生物的検査の歴史っていうのをちょっと説明してもらってよろしいですか。はい、はい、IOC オリンピック大会ではかなり古くから性別適性検査というのは行われてきました、はい、うん、で古くは1930年頃から行われてきたというふうに言われていて、もう90年近く前ってことですね、はい、そうですね、うん、はい、でもこれも要は強すぎる女性選手をランダムに選んで恣意的に検査するという形なので、なかなか一定の基準という形ではありませんでした、うん、で当初はもう見た目外見で判断するということをしていました、うん、まあ、記録が高い選手の中で目視で男性的な要素が多いか少ないかということを決めていたんですけども、うん、見た目だけで男女の区分けをするというのはそれこそ難しいですし、恣意的ですし、まあ、人権問題でもありますので、うん、こういう検査はまあなくなっていきました、うん、でその後は男女を分けると言われている染色体の検査を行うということが主流になってきました、はい、これは XXXY みたいなことですね。そうですね、はいはい、で XY 遺伝子を持っていれば男性とみなされますので、うん、それで調査していくと女性の中にも実は XY 遺伝子を持っている人たちが少数いるということが検査で分かってきたと、うんうん、これがいわゆるその DSD の選手にあたるわけです、はいはい、うん、ただこれも科学が発達する中で、XY 染色体を持っている女性だからといって必ずしも、筋力が高くなるとか骨格が男性的になるとは限らないってことも、うん、徐々に分かってきたわけです。ですので一時期以降染色体で、女性カテゴリーを、分けるっていうことも行われなくなってきたと、うん、で最後に残って現在使われているのはテストステロン値と言われている、いわゆる通称男性ホルモンというものが、女性の平均値を一定以上超えるような選手は、うん、おそらく筋力を含めて有利になるだろう、なのでテストステロンの値で性別を測っていくというふうになったのが、現代までの流れです、うん、現状はそことですね、はい、テストステロンの数値だけで測っている、はい、でも、はい、数値って線引きがあるわけじゃないですか、はい、これ線引きがあってギリギリはOK、 OK です、はい、ちょっと出ただけでアウト、はい、これもまた難しいとこじゃないですか、はい、そうですね、これもなので実際この10年でそこの基準も変わってきています、うんうん、かつてはこのぐらいだったらいいだろうってしていたかなり多めに取っていた部分がやっぱりそれは有利になりすぎるのでその半分の5ナノモルにしてっていうように、うんうん、試行錯誤といったらなんですけど、うん、まだはっきりしたことが定まってない状態、そうか、それ数値の線引きすらはっきりしていない、はい、ということですね、そこ難しいと思うんですけれど、これね、溝口さんは実際にそういうのを受けたことはあるということですね。もうど真ん中で受けてた世代で、うんうん、私は92年のバルセロナと96年のアトランタ選手で出て、うん、あと2004年のアテネオリンピックでフランスの代表コーチとして出て、うん、はい、もう様相がすごい変わったなと思いました。お、4年ごとで全然変わる、全然違って、うん、そのバルセロナの時は女子柔道が初めて公式種目になって、はい、でオリンピック出場決まったじゃないですか、うん、やったと思ったらいきなり選手だけ代表選手だけ今から女性であるか調べますってそっからなんですよ、なんか私でもまさか女性じゃなかったら出れないのか女性と思って生きてたのに、初めて女性じゃないっていう前提でそのセクチェックをこの染色体を調べるんですね、ここの口のところから削って、はいはい、で XX か調べます、でもう一つあったのがなんと妊娠してるかしてないか、それも倫理的にちょっとあれなんですけど、うん、もしね陽性とかやっぱりなかなかセンシティブいきなりそういうのもどうなのかなっていうような中で女子のこのセクシチェックっていうのは行われていて、でさらに驚いたことが大会当日、その時は今は 前日計量なんですけど当日計量だったんですね、で今まで大会ってそのある意味下着だけで測ったりもうギリギリの時は全裸ですけども、それ全員全裸になってくださいっていきなり言われて、ほう、だから全裸になっちゃって、もう、それなんで全裸にする、体重そんな多くなったり下着ぐらいで十分じゃないですか、100や200グラムだから、なんでかって聞いたらどうやらやっぱり外観の性器がチェックですね、さっき言った、もうそこがまだ92年ではそうだったんですよ、目視でするために目視、ね、で男性の選手に聞いたらそんなこと男子全然やってないよって聞かれて、セクシーチェック染色体もやってないわけですよ、もうびっくりで、で96年でさらにまたジェンダーなんていけないのかなって、そしたら
なかったんですよ。ああ、もうなくなって、目視なくなって、まあ、不満も出てきたんですよね。そうなんです、うん、でやっぱりそういった今言ったこの、まあ、DSD っていうような選手とかもちょうど問題になってた時期で、うん、それでそこからやっぱ抗議があって亡くなったっていう、うん、ああなるほど、そういうことか。現場でやっぱり今すごく問題になってるのは、相談を受けるのが中学生が 全国中学校大会とか始まるじゃないですか。そのぐらいから男女別とか、小学校までは混合だったりするんですけど、その時にやっぱトランスジェンダーっていうやっぱ 性自認がやっぱ目指、自分男の子なんだけど女の子で出たいっていうやっぱ話が出てきた時に、水野先生どうすればいい、もう困っちゃって、いやもう答えが出ない、辞任するわけですもんね。そうなんです。でも中学生ぐらいって私もそうだったんですけど、まだ自分男の子に勝っちゃったりして、なんで私男の子のとこ出ても全然勝てれるよとか、まだ性自認っていうのがまだ分かんないし、思春期超えてやっぱ大人になっていく過程でやっぱりこう自認の仕方グラデーションっていうか、その中でもう全国中学校大会とかどうしますっていう、これアップデートできてないっていう部分多いんじゃないですか。そうなんですね。そういうやっぱすごい古い体質の中で全然アップデートできなくて、こういったやっぱり今最新、まあ、現場で起きている問題を受け入れるっていうことがやっぱ指導者とか連盟競技団体とかできなくて、ようやく私がここ 2、3年かな、やっぱ東京オリンピック以降、その指導者研修の中に多様性っていうやっぱこういった今まで触れるなんか本当タブーだった、話が、やっぱりちゃんと議論に研修の中とか出てきて、ようやく始まったっていう感じで、めっちゃ遅いですよね。でも正直なところ、今岡田先生と話、これ学会でも話せないぐらいです、まだまだセンシティブっていう触れない方がいいみたいなところで、今日本当だから嬉しいんですよ、こういう話がやっぱり学者同士でもまだまだスポーツの現場ですよ、本当に始まったばかりだなと思います。実はその、まあ子どもがスポーツする入り口になる学校、小学校中学校高校とか部活で、まあスポーツを指導する立場にあるのは保健体育の先生なんですけど、実際は保健体育っていう教科は保健の授業で、まあ多様性とか身体のこととかジェンダーやセクシュアリティっていうことを教えて、で実技でスポーツや体を使ったものをするっていうものになってるはずなんですけど、実際保健でジェンダーとか多様性ほぼ教えてないんですね。はい、で教員養成課程の中でも、なんでだろう、そもそも先生になる人たちが教員養成の過程でそれを習わないので、習わないので教えられないっていうことの悪循環になってると思うんです。だから本当はそこを一番いい教科なので、保健でそういう知識を使って、で実際にスポーツしてみたら男女差が出るかもしれないけど、これはこういう理屈なんですよとか、たまにここ変わりたい子どももいるんですってことが分かるいい教科になる可能性はあると思う。なんかすごくこれ、でもね、現場としてはちょっとやっぱり私教員養成の大学なので、体育の先生で、確かにそう、でも現場ではもうトランスジェンダーの教え子でもいますし、指導もお風呂、合宿とかやっぱりする中ですごく現場ではやっぱりできてるんだけど、じゃあ教えるって時に加藤さんがアップデートできてないっていうのまさにそうで、本当にタブーで触れちゃいけないみたいな、やっぱそこを超えていかないと苦しんでる、やっぱ生徒さん、子どもたちですよね。それで試合に出れないとか、やっぱそういったハードルが見えない、ガラスの天井じゃないですけど、やっぱあるっていうのは障壁を変えていかなきゃいけない。ただその時にまたその利権もあるんですよ。例えば